はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりに鷹の目の蒲田店さんに訪れております。ただいまですね、3月中にはこちらの店舗ボロネーゼという限定メニューを販売しておりまして、通例のごとく僕の編集のオッソさんによりもしかしたら公開時点ではもうすでにこの限定はなくなっているかもしれません。ただですね、まあ鷹の目さんに関しましてはですね、毎月限定メニュー販売しておりますので、随時ツイッターでチェックしてもらうとともにですね、ギリギリねもし間に合えば食べに来ていただけたらなと思います。で、本日ボロネーゼの方はですね、茹で前で麺だけで約 1.5キロ、茹で後になると約 1.8 倍から2倍ほど膨れますので、麺だけでも3キロ弱のデカ盛りをね本日は作っていただいておりまして、なのでせっかくですからこちらタイマーね、一応どれぐらいで、完食できたのかということを、まあ皆様とね共有できるような動画を撮影していければいいなと思いますので、メニュー完成するまでもう少々お待ちたいと思います。ということで、本日ですね、いただきます。こちら、限定のボロネーゼが到着いたしました。こちらのメニューに関しましては、無料トッピングで、ニンニク、油、唐揚げにガリマヨと4種類ございますが、すべてトッピングさせていただいております。で、そしたら、早速ね、こちら、出来たてをいただきます。混ぜそばなんで、まあ、ちょこちょこと混ぜつつ食べ進めていこうと思うんですけど、まあ、ただトッピングはね、ありすぎるので、まずこちら最初の一口目は、この豚から。この鷹の目さんのチャーシューはめちゃくちゃうまいんで、ちょっと入れます。うまっ。で見てもらうと分かる通り、ほら、もう油が箸で持つと崩れてくるぐらい、これ柔らかいんですよ。これがうめえんだ。あと食べたすぎて、タイマーつけんの忘れてたわ。で、ちょっとこれ見て、麺。このさ、肉と麺、この合わさった感じ、もう、パスタよね。めちゃくちゃうまそう。ひとまずね、これ肉混ぜる前に麺だけでやります。うめっ、うめっ、めちゃくちゃうまい、これ。うわ。このね、ボロネーゼのパスタの良さもしっかりとありつつ、やっぱりね、この二郎系っていう、そういった部分の美味しさも残ってるんで、こう絶妙なバランス。うますぎ。このあたりでちょっとね、このひき肉部分も麺にしっかりと絡ませつつ、まあ、こんな感じで、まあ、結構ねこのひき肉部分も甘めでね、まろやかなんで、ガリマヨ足してちょっとパンチ力とか上げちゃったりするとうまいんじゃないかな。いやもうこれはむしろ全部混ぜちゃっていいな。混ぜちゃっていいっていうか、この全部を混ぜたパンチ力を知りたい。うわ。こちら、全部混ぜたね、ボロネーゼ、いかがでしょうか。これは間違いなくうまいっすね。やっぱりね、具材混ぜる前は結構パスタ寄りなんだけど、トッピングのね、具材を全部混ぜ合わせることによって、二郎系寄りになるっていう、うまいな。ちょっと、今、オーナーさんからの差し入れでね、特茶いただきました。結構ね、こってりしてるからね、絶対後で合うと思うんだよね。ちなみに補足情報なんですけど、ただいまですね、鷹の目さんの他店舗では明太クリームとか
イノコクリームとかパスタっぽい限定メニューも多数ございまして、なかなかね、こういった二郎系のお店入りにくいよっていう女性の方も多いと思うんですけれども、食べやすいね、しかも店員さんもめちゃくちゃ優しい店舗しかないんで、気兼ねなく行けますんで、この機会にぜひ二郎系体験してみてください。例えば、いつもこう僕らの大食いではね、この茹で前で 1.5 キロとか2キロとか当たり前に食べてますけど、これ二郎系のお店だと通常の並盛りでだいたい5杯分ぐらいで、一般のお店だとむしろ10杯分ぐらいのね、量になりますんで、相当な量ペロッと食ってるね。やっぱね、最近こうちょっと大食い系に僕もね、動画の趣旨が戻りつつあるけど、改めてみんなすげえわ。ただいま、現在ですね、10分ぐらい経ちまして、ちょっと見は分かりにくいと思うんだけど、多分もう残り半分ぐらいにはなってますかね。上のね、ひき肉部分が甘みのあるこのボロネーゼなので、この辺りで卓上にございます、こちらブラックペッパーを使ってですね、一旦味変していきたいと思います。うわ、これ絶対うまいじゃん。甘みも強いし、こってりしてるので、そのね、ちょっとピリッと効いた辛み、合いますわ。ちょっとね、今、オーナーさんのご厚意でですね、生卵をいただいたんですけれども、最近ですね、提供している卵を、ブランド卵に変えたみたいでして、だいぶいいものになってるらしいんで、試してみようかな。ちょっといただきます。これもう混ぜたらさ、もうこんな感じ。ほぼカルボナーラです。そしたらちょっとそろそろですね、口がこってりしてまいりましたので、こちらのね、特茶で一旦リセットしたいと思います。やっぱり昔はさ、もっとこう動画を撮ってる本数も多かったし、本数が多かった分動画以外でね、あんま食べなかったりもしてたんだけれども、最近ではね、やっぱ本数も減ってきて、普段はもう本当に普通の量の食事を取ったりするから、マジでね、最近お腹いっぱいっていうよりか、もうね、満足だなみたいな感覚になるのがね、かなり早い。もちろんね、今日 1.5 キロだから、昔に比べるとね、全然食ってないんですよ。でもね、やっぱね、満足感がすごいもん今。ということで、ただいまですね、特茶も1本飲み終わりまして、こちら麺もほぼほぼなくなりました。残りはボロネーゼのお肉部分だったりとか、まあ、チーズ、具材が残ってるんですけど、多分ね、ここが一番重たい。そしたら本日ですね、こちら最後でございます。腹いっぺーだ。ごちそうさまでした。
ただいまですね、だいたい35分、まあちょっと押し忘れもあったので36分前後で、こんな感じで完食させていただきました。改めてごちそうでした。ということで本日はですね、こちら高野目の蒲田店さんで3月限定かなで販売しているボロネーゼという、まあ、新作の、こちら限定メニューを食してまいりました。茹で前で言うとだいたい麺だけで 1.5 キロなんだけど、まあ、正直 1.5 倍ぐらいの量に感じる、かなりねヘビーなメニューではあったんですけれども、お肉のコクとかがうまく引き出てて、重いんだけどどんどん行きたくなる、なんかそんな一杯でございました。でこのね高野目さんは何店舗もございまして、これ店舗によってぐるぐるとローテーションのような形で、限定メニューを販売しておりますので、ぜひねお近くのね高野目さんあればそちらの方で食べていただければなと思います。こういった情報に関しましては公式のツイッターの方で常に発信しておりますので、合わせてですねそっちもチェックしていただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。このね米編コーナー最後まで見ていただきありがとうございます。僕の遅い編集のせいで、3月ね、限定の、この蒲田店さん限定でしたね、のボロネーゼ、もうね、実際は販売終了しております。ただ、ちょっとね、ここだけの耳寄りの情報ということで、今ね、編集現在は公式のツイッターの方でもまだ発表しておりません。オーナー様の方には確認を取っておりますので確実な情報ではございますが、今月、4月ですね。では、川口店さんの方で今回僕がいただいたボロネーゼを販売するということでございました。ちょっとですね公開の際にはまだ公式ツイッターで発表してるかわからないんですけれども、今回ね動画を見てくださってこのボロネーゼ食べたいなというお客様はぜひですね、この4月の間に川口店さんに行ってもらってこのボロネーゼ食べてみてください。本当に美味しい。まあ、正直ね今まで食べた限定の中でももう群を抜いてね重たい二郎系ではあったから、まあ、量に関してはね皆様のお腹と相談してもらって食べていただければと思うんですけれども、この限定間違いなく美味しいので気になった方はぜひ食べてみてください。そしたら本日の米編コーナーこの辺りで一つ目に参りたいと思います。ちょっと前にですね公開させていただきましたチャレンジの動画の方からのコメントなんですけれども、まあ、昔みたいにですね食レポもなしでガチで、まあ、挑んでくださいと、まあ、ちょっとですね僕のサブチャンネルの告知というか宣伝になっちゃうのは申し訳ないんですけれども、一応ですね、最近デカ盛りだったりとかチャレンジメニューの動画に関して喋ってる部分だけカットしながら上げてるようなねサブチャンネルもございまして、僕のメインチャンネルの方からも飛べる仕様になっておりますので、ぜひですねそちらも見ていただきたいなと思います。まあもちろんねただですね、このコメントにいただいてるように、通常のねメイン動画を喋ってるところだけカットして上げているので、多分ご要望いただいているようなこの食レポなしのもう1から100までガチガチのチャレンジっていう動画ではないのがちょっとね申し訳ないんですけれども、まあ本当に喋らずにねただこう食べているような、まあそういうのが見たいっていう方にもですね、まあ、楽しんでいただければなと思って、作っているチャンネルですので、ぜひですねお時間があればそちらのサブチャンネルも見ていただければなと思います。でちょっとねただね、BGM に関しましてはどうしてもね店内の方に有線だったりとか音楽が流れている都合上ですね、ちょっと BGM を乗っけないと、いわゆる著作権にかかってしまってね、動画の削除とかになっちゃうので、多分ね、BGM なしっていうことに関しては、ちょっと今後もね、多分できないと思います。そこだけはちょっとご了承いただければと思います。はい。ということで、本日ですね、二つ目の米編。本当にね、こうやってコメントで言っていただけるってことはもう本当にね、嬉しいことなんですけれども、なんていうのかな、こう、見ている方に、で、その動画内でも、まあ、僕がね、
人がよく見えるっていうのは僕のおかげじゃなくて、やっぱりね、おみさんのおかげだなと、まあ、常々思いますね。まあ、自分もですね、こう動画の撮影をさせていただきに伺って、やっぱり2回目、3回目行きたいとか、それこそね、撮影の時にすごくこう人気店で並んでるっていうお店さんは、共通してね、もちろん味が美味しいとか、料理の質でサービスもいいとか、まあこれはね、大前提なんですけれども、やっぱり何よりも作ってる方、働いてる方のこの人情だったりとか、人柄、まあそういった部分にね、惹かれてこう行きたいなっていうお客様、まあ僕自身もそうなんですけれども、そういった方が多いなと思います。やっぱりですね、この動画内で僕が、人が良さそうにというか、こう楽しくね、受け答えできるのはお店さんあってのことなので、まあその本当にね、働いてる方のおかげですので、動画を見てくださってですね、まあそういった印象を受けていただいたのであれば、ぜひですね、まあそちらのお店にも行っていただきたいなと思います。まあ絶対ですね、もうほぼほぼ 100%、楽しくですね、いい思い出になる外食ができると思います。僕と一緒にですね、ぜひ皆様もこうやって外食、食事っていう部分を楽しんでいただければなと思います。はい、ということで本日最後のコメ編。こういうコメントありがとうございます。いや本当嬉しいですね。いや本当にありがとうございます。いやー僕らもですね、もちろんこういろいろね、もちろん自分でねこう活動してるんだけれども。やっぱり何よりこうやってね、僕らを支えて見てくださってる視聴者様があっての、まあ、仕事というかジャンルであるので、そういったね僕らを支えてくれる方が、またね新たに好きなことでワンステップ踏むよっていうタイミング、もうぜひお声掛けください。僕でですねできることがあればお店紹介だとか、もうすぐ食べに行ってね、もうこういろいろツイッターに書いたりとか SNS を使ってね、まあ皆さんにね知ってもらえるようなこともできますので、その際には、もうお気軽にご連絡ください。ちょっともちろんですね、僕は見てもらってる立場なので、立場で言ったら下というかね、まあ、そんな感じだと思ってるんですけれども、まあ、何よりもね、こういった飲食店を楽しめる仲間と、視聴者様ともね、こう思っている部分があるんですよ。もちろん僕は対等とは思ってないんですよ。僕の方が下だとは思ってるんですけれども、志は同じ仲間としてですね、そういった方がこう人生のもうワンステップ新しいことをするっていうことは僕にとってもね本当に嬉しいことなので、その際にはですね本当に気兼ねなくお気軽にご連絡ください。はい、なんかちょっと嬉しくなっちゃいました。はい、ということで本日のコメ編コーナーはこのあたりで終わりたいと思います。実はですね、普段僕もこう滑舌がいい方ではないので、コメ編コーナーこういったナレーションを撮るときには絶対にねシラフで撮るように心がけてるんですけれども、本日はちょっと酔っ払っております。もう晩酌が済んでおりまして、ちょっとね、滑舌悪く聞きにくかったらすみません。ただですね、こうちょっとごめんなさい、最後のこういったいただいたコメントがですねどうしても嬉しくて、この酔っ払った舞い上がった気持ちでですね本音で、話したいなと思ったので、ちょっとですね聞きにくいかもしれませんが、ちょっとこの状態でですね撮影させていただきました。今後もですね、ぜひぜひ皆様コメントの方で近況だったりとかおすすめのお店さんとかいろいろねコメントいただけると嬉しいので、今後もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。